こんにちは、獣のび太と申します。いごみしりょうきよ。やっぱね、僕さ、このトップガーつうかこのホーム画面してからもうどんぐらい時間が経ってんのかマジで分かんなくなってきたんだけどさ、改めてさ、じっくりさ眺めてみるとさ、やっぱ竜と最高だよなっていう、それはねマジで伝えて、なんだろう、いつかもっと語りたいけど、竜となんかな、竜とな、やっぱいいんだよな。じゃ、今回もね、夢見のアトムスやっていきたいと思います。第4章でね、今度は9話、昔々カッコ2やっていきます。創造神話に歌われる竜たちが再会するとこの島で何が起こるのか、石立の恋物語はさらなる波乱、恋物語なんだ神話とかでいいじゃんみたいな。あ、じゃあせっかくあの期間限定竜とのねお話とかもしたから、いやレギュラーだ、やっぱせっかくだからやっぱ竜と出してるな。というわけでこっちでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。では行ってみよう。と言ってもな、なんか前回余裕だったしな、余裕だったかな、ちょっと怪しかった部分あったけどさ、まあ全然いけるでしょう。おお、超わりかしね複雑そうな。でまあ、待って、んは、こいつはやべえな。見てください皆さん、ここの線に敵が行こうとしてるんですけど、いかんせん、ここ置けないんですよね、ひび割れで。つまり、アボレイクも出して、ここガードするしかないのかなって思うんですよね。え、これ間に合うの本当に。やばいやばい。ああ、しかもここに止まりやがった。うんちが漏れそうです。はい、こっち来い、はい、こっち来い。いや、早く、こ、一番こっち来てさ、止まるんだよ、みたいな。やばいかもしんねえ。敗北。いや、まだ諦めに早いよな。今からリカバリー間に合う。今から入れる保険ありますか？そのためには、どうするか。脳死テオドール。テオドールは脳死で置いてもね、かっこいいんです。頼む！こっちに！あ、一マス先でね、止まりました。ありがとうございます。で、さらに青森くんの攻撃速度を上げることによって、倒せるんですね。これ、アップね。リタイアしてさ、もう一回再トライね、するとこだったと思ったんだけど、何回なんとかなりました。で、下からも来ると気をつけろなんですけど、ここはじゃあ、竜と一人で、竜と一人もったいなくねえか、なんかもっといい配置。これはややきすぎやん。いやー、なんかもっと竜とをね、輝かせるとこって言ったらここだな。いや、そしたら斜め配置よくない？竜と。どっちしろ2マスぐらいしか攻撃できねえか。あ、ごめん、こっちか。ごめん。逆だったわ。じゃあこれでいいのかな。いや、もうちょいなんかいい竜と入っての方法あると思うんだよね。じゃあこれでいきましょうかね。よし、これだー。リュート、頼む。やっぱ、可愛いな、リュートくん。あのさ、以前の動画で編集、久しぶりにさ、初期版のピクセルアート見たんだよ、リュートをね。第1章とか時点で、あ、こんな感じだったっけ、リュートって思ったんだけどさ、テロップにも入れた通りね、なんだろう。なんかね、リュート、初期版のね、ピクセルアートは、まあ、要はドットね、ドットさ、若干老けたんだよね、なんか。イラストの割にもうちょっと年ありそうみたいな感じのね、リュートあったんですよ。それがさ、その後ね、うわ、待った、回復ゾーヤ置いてなかった。ロマです。これです。最強です。あっぶねえ、間に合った。こいつを倒したいんだよな。あと、風だな。あと、風しかもう攻撃できねえや。だから早くマスをね、欲しいんだけど、あ、それ、リュート。で、リュートのスキルを使っていって、行きますわ。さっそう。ここで風配置すれば、おー、ほらほら、もう無敵じゃん、こんな配置したら。よしよし。まあ、アムレイ君とね、フーがいれば、この辺はなんとかなるでしょ。回復も入れたことだし、オッケーオッケー。あとはね、ディオンとかでも配置すればいいんじゃないかな、これ。まあ、そんだけさ、そう、初期版のリュートってね、実は割かし老けたでしょ。みんなも久しぶり見たでしょ、あの初期版リュート。ね、ちょっと老けたよね。まあ、それもそれで可愛いとこあるんだけどさ。まあ、にしてもちょっと老けたよね、みたいな。年が5歳から10歳ぐらい。イラストに対して、年が5歳から10歳ぐらい増して見える感じだったんでね。ほんのちょっとね、老けたんですけどね。そこから新しかった、リュートのピクセルアート。まあ、なんだ、若々しい感じがしてね。まあ、仮に蹴り技になっちゃったのがね、そう。まあ、リュート蹴り技ってまたかっこいいっちゃかっこいいからいいか。けどなんか、今まで手で攻撃しちゃうの見たからさ、それがね、急に、やべやべ、なんか追い越され始めてんだけど、なんとかなるか。急にさ、なんだろう、手から足技になったからさ、ああ、風が死ぬから、風が死ぬ、あっ、怖ーはー、間に合わなかった。早送りがあざになったか。
まあ、回復置いてねえしなってか、だったら、いや、ローマイスをまっすぐやって、エレンスはこっちに配置するっていう手段の方が良かったんじゃないかなと思うんですよね。はぁ、もう、くそ、久しぶりに星さんクリアできなかったぞ、これ。たくよー、まあ、仕方ねえ。まあ、それだけ、リュウと話をしたら、ちょっと気が散ってしまった。あと、ね、うん。ディオンもディオンでこれいいんだよな、このクソっつか。ディオン自体が一致なんだよなっていう。さあ、そう。じゃあ、これはもう一回、そこでやり直してくるわ。油断したなぁ。やらかしちゃった。リュウと倒れちゃった。いや、調子乗りついたか、リュウと使うの。余裕なんだよなぁ、マジで。さっきはちょっとボムスしたけどね、ちょろっとね、爪を甘くせずにね、しっかりと考えていけば、おぉ来た、リュウと嬉しい。ねねアンコールだって次一緒に歌おうよ。リュウトと一緒に歌いたーい。ベッドで奏でるメロディーをよろしくお願いします。国家が迫る会合の時。最後主人公を選ぶのは一体一緒にリュウか、それとも。おぉ、なんか、あ、もう会合なんの？ここやったら次そういった会合になるのかもしんね。おし、じゃあ次はベンチメンバーズ行ってみようか。逆になんか白車のドス部の方使いすぎてさ、ベンチメンバーズ割りかし使ってねえっていうのにね、気づいてしまった衝撃の事実です。あー、もう初期配置いるし、魔法使いだし、これはやばいしっていう感じなんだけど、で、さらにこっから来るしってことになると、こいつ積極的に倒したいから、まずここ、あ、やばい、もう HP 削られてる。そしてアルカナ、アルカナ間に合う、これ。あー、HP が結構削られる。間に合って、アルカナの回復力なら、あ、てかもう倒した。ナイス。じゃ、そしたら、アルカナの配置考えようか。こうかな、まあ、こうだろうな。オッケー。とりあえず、アルカナ配置して回復間に合ったらオッケーでしょう。ということで、魔法使いが鬱陶しい。一体犠牲にするか、その場合。あれで、こいつどういう動きだっけ？下？上？あ、上だった。危ね。こいつ倒してもらいたいんだけど、誰でいける？誰がこいつ倒せる？コルカ？いや、コルカ配置するのもったいないんだよ。アレック。アラックもったいないけどさ、アレックなら、ぶっ倒せるだろ。リュウトとね、戦った体感を見る限りだと、あんまり強くないっていうのが分かったんで、さっきの魔法使いで。だから割りかかってんじゃないかな。あと、こいつどこの方が、あ、こっち向き、オッケー。じゃあもう。で、そしたら、アレカもここの配置でお役ごめんなんで、で、アルカが回復配置的にここ配置できるんで、ここにさ、あ、いたいた、コルカ配置するっていうのが一番いいんじゃないかなと思うんですね。てか、リュウトの負担がでかすぎない。そしたら、こっちにも配置してたら、あ、今日回復のキャラクターがいねえんだよな。アニマの回復配置的な部分を踏まえて、その考えると、まずはブロックができるよ、ハルクでしょ。アニマはここの回復範囲も入るから、オッケーオッケー。ここにアニマを配置させて、ピッてやっちゃう。今度下からも来るけど、まあそこもアニマが対応できるからギリギリセーフって一緒ってことでよろしくお願いします。よしよし。まだ間に合うよな。最悪バーリッツ配置すればいいし、てかもう他にバーリッツぐらいしかね、ダインには2が多いんじゃないか。オッケー、それダインのね、そう、ランクアップも見てなかったけど、なるほどね。今まで水色基調だったものがこうやって変わってるわ。なんだろう、こう白と赤色になってるな。なんかダイン、こっちの方がかっこよくね。いいと思うよ、ダイン。よし。で、ここでさらにアニマ配置。これでオッケーでしょ。なんとかなった。よしよし。あとはこれでブロック数的、リュートの負担がでかすぎるんだよな。ハルクたち、てかリュートの負担ほんとでかすぎでしょ。まあ、通り過ぎた後にコルカがなんとかしてくれるんで、そこは大丈夫でしょう。あとコルカの負担もどんぐらいかなんだよな。やべ、ここちょっと負担できえな。ここ配置できるから、ここにバーリス配置するぐらいでも全然いいんじゃないですかね。かコルカとバーリスで、なんか追っ始めるシチュエーションがあるんですかね。なんか。でもコルカのシチューとか見たことないんだよな。ちょっと楽しみでいる。楽しみでございます。そんなアビタカがいたりしてもね、いいんじゃないかなって思ったりしてるわけですよ。いやけど、ダインのね、ランクアップ後ね、なんかここにアレクも吹きできるか、オッケーオッケー。そしたらあと、ニトロ。期間限定ニトロ配置するか。よし。あとここだろ。オッケー。じゃあ、あと早送りしてって感じ。あ、ダインがちょっとやばいんじゃないですか。ブロック、2、3かー。で、バーリスのスキルも発動する。コルカのスキルも発動する。ダインの負担オッケー。ダイン火力はねえからな。本当はダインの後ろで、なんかこう、魔法使いがね、エンヤコラするのが一番理想的なんですけど、そう、ダイン単体倒すようなね、シチュエーションはね、逆に違うんですよね。やばくんのか、敵めっちゃ来てね。ダインいけるか、これ。ダインで間に合わなかったら、誰が撤退させるのも一つの手だと思うんですよね。よしよし、ギリギリダインでブロック間に合いそうだから OK でしょう。ダイン一人でだいぶ負担かけてんな、これ。そしたらなんかさ、誰かバックに入れていいんじゃないですかね。ビルフォードここ配置して、これで終わりにしよう。OK。ちょ、ダイン一人だとやけに時間かかるんだよな。ほらほら、ダイン火力全然ねえもん。ダインの火力そんな低かったっけ？332、リュートは。
ビュートよりか軽くあんだよな。OK、攻撃ソフトの問題か。よしよし、オッケーオッケー。まあ、なんとかなったでしょ。いいね、いいね。ダインのランクアップ姿、なかなかかっこいい。よし、これで一歩世界上が近づいた。これだけ見るとダインさ、ちゃんとかっこいいんだけどさ。こいつだったら、他に正直はだけなんだよな。首だけの存在って。あ、対等願い、オッケー。ここでさらにね、アトムスとバルボロスのね、関係性について知れるんじゃないでしょうかってとこで。注目の的やで、頑張っていきたいと思うやで。お、パイスブランド急に。エレン、そうや、エレン、ね。そうなんですよ。そうや、エレンって王女だったな。ちょっと忘れてたわ。もう、僕、エレンはね、仲間だと思ってるからさ、なんだろ、王女っていう肩書きをすっかり忘れてたんですよね。すいませんでした。あ、アビタカ UK シリーズ、すいません。あ、今日僕はこうやって YouTube 活動しますよ、お父さん。モーガンお父さん、まだまだ全然ゲーム実況者として僕はデビューした。アトムスと一緒にデビューします。罪なら願いの魔王による異変と。はい。主人公無事です。あ、で、ここでバルボロスの口からアトムスと関係性について出てくるのかな。嫌が、だよな、なんか嫌がらせ癖っちゃ嫌がらせ癖んだよな、なんというか。ただのバルボロスの見せしめのためにさ、連れ去ったみたいな感じなんだよな、なんか。アトムスはそんなんでいいのかな。魔力。オッケーオッケー。まあ、平和に観光してる。意外と今回は平和に終わるんじゃねえかな。お、来た来た。すべて永久中立。あ、それなんか言ってたな。敵から攻められることはあって、こっちから攻めることはないみたいな。そんなことは言ってたな。お、アボレックの出番だ。嬉しい。エモく、なんか現代的な言葉言うな。この世界、こういったエモーションみたいなね。エモいエモいとかもう、ちゃんと通用するんだな。あー、僕もなんか、こうやって、なー、なんだろう。思われてない人に、まあ、男に思われてるんですけどね。こっちの世界のアビタカは。てか、本当にこの世界、彼氏、男性同士の関係性しかねえな。男女の関係性僕見たことないんだけど、いつ出てくんの？あ、と思ったきゃ、アレクとエレンさんがいたわ。だけなんだけどね。それだけなんだよな。竜とかスチュールでさ、メスキバイラーにね、なんか、ちょっとだけいじられたぐらいしかねえんだよな。あ、そや、何やけん、ジェイドで。あれなんだ、人の感情をね、抱かせようとはしてるのは、まあもうだいぶ甘くなってきたような気がするけどな。あ、それ魔力ねえからバルボスこの姿になっちゃってるのか。なるほどな。あ、で、フンヌが、あ、もうこれもお前のパートかだったか。多分あいつだと思うんだよな。ランクアップで、あの、ネタバレ食らった。だからソシャゲはほんとさ、ガチャのピックアップでネタバレ食らうのやみちくりと思うんだよな。で、出がらしとは。ああ、すみません、魔力がないということです。それは主人公がいねえからな。お父さん言いやすいよ。さ、モーガン僕持ってるんですよ。なんか、どっかで当たったんだよな、タイミング。モーガンの種類って何なんだろう。主人公と攻めたりするのか。手は繋がってないけど、息子だぞ。親子供はやめてくれ。あ、こうやっていろいろと分岐していくんだ。え、リュートは?リュート来い。おいらに任せてくれよ。アビタカを救い出すみたいな展開めちゃくちゃ待ってんだけどさ。ダメだ、もうこれ、ウェルタンシャータイムが出てこねえ。てか、パイスブランが逆に出すぎなんだよな。いや、嬉しいんだけどさ、パイスブラン思い入れあるから。けどさ、リュート欲しい、リュート。僕の若者は 100% なんだけど、リュートが欲しい。お、連邦軍が制圧。パイスブランの連邦軍って。だよね。いいねいいね。なんかバルボロスも結局いろいろと好かれてんな。積んでる？アンバードンが空腹で憔悴していたと。ん？アンパードンって何？そんなクソみたいな国なの？もしかして。え、僕怖いんですけど、そりゃエレンさんも消えたくなるわ、あんな、そんな国から。僕アンパードンのこと見損なったわ。ヤブサハがいるからさ、多めに見てやったけど、無理だ、ちょっとやっぱ、
あそこの国なんかいいとこなくない？ぶっちゃけ。ザハロフとさ、ジャラもだって、あいつら、いいやつかって言われたら、今んとこ、悪の目にしか見えねえからさ、恐ろしいんだよな。いや、けどそれはそれとしてザハロフ欲しいんだよな、早く。ザハロフ当たっちくり。まあ、じゃあ、星6のさ、なんだろう、キャラ指定ガチャ、あ、じゃない、キャラ指定チケットがあったんだけどさ、エクシャしてザハロフを当てるべきだったかな。けど僕、ザハロフはいつか当たりそうにね、予感がするんですよね。あ、あれ、僕の決勝、あ、そうや、僕の決勝か。ごめん、ちょっとだけ忘れてたのは内緒な。お、アモレイ君、かわいいです。あれ、バルボス、蘇ってる。アモレちゃん、かわいい、アモレちゃん。そして僕、アモレちゃんで疲れすぎてんだよな。もしかして、アモレがアモレ君の供給源なの。バルボス、アモレの胸ぐらをおもむり使って、そのふわふわの毛をもみしだく。急にまたなんかやり始めてんな。アモレがわずかに抵抗したか、頬を振ってらせ、ナスがままとなった。まあまあまあね、男の胸をね、揉むぐらいは、要は大胸筋どんくらいあるんだろうぐらいのシチュエーションだから全然健全なんです。よろしくお願いします。横島で鍛えた裏入り、バルボスは攻めて全く休めなかった。おもちゃの弓矢？あ、これもしかして何？あ、だよね、僕も結晶のことだと思った。けどそんなんあった？アモリの質問には答えず、バルボロスは、甲板の上で潮風で黄昏れていた。ほう、そういう、なんか、僕のいないとこで対等な願いが叶ったってことですか？まあ、トップジムとして、バルボスは周囲に誰もいないことを確認すると、大きな背を丸めて、アモリを思い切り抱きし、あ、ハグなら健全ですから大丈夫ですね。まあまあまあ、キスぐらいはね。え？キスなんかな？ハグなんかどっちだろう？いや、音的にキスなんじゃないかな？まあ、キスぐらいはね。だって男同士のキスならセーフだろ。いや、なんか、アモレイ君ずっとバルボスのこと尊敬してるよな。尊敬っつか、まあ、なんかついててくれてるよな。ま、一回あれはクリスマスのイベントの時に、もう、魔王の威厳がないですみたいなお話をしたけどね、もう。アモリ君つくのが輝いてる時だった。まあ、だってこう、バルボロスだってね、フンヌの台っていうんだから、なんか期間限定台にさ、ナスがままでされて、アヘガを晒してたからさ、本当に。アモリ君がっかりしたもんな。アヘってるでございますとまだ言ってなかった気がするけど。いや、僕はリュートの未来に行くからな。お、アドボスに対しても何かこう、思いがあるね。伝えてやるのが騎士なんじゃないですかね。フンドを願い与えた。おー、いいね。やっぱ本編はこうじゃないとな。なんかちゃんとなんかいろいろと、ねえ、伏線というか情報というか、なんなりというかね。気になる要素がてんこ盛りすぎて、ワクワクしてまうんだよな。僕は冒険してる感じがしてる。さすが、三鷹さんだ。冒険者の鏡。おお、なんか、急にバルボス陽気になってない？なんか、どうしたどうした、バルボス。なんか、さっきから黙って聞いてれば、めちゃくちゃアトムスの方が、みたいな感じで、アトムスの方がふさわしいんだよ、みたいな感じで、珍しくバルボス弱気になったような気がします。ありがとうございます。僕、リュートが好きなんだよな。じゃ、僕、リュートルートで、このゲームクリアするんで、よろしくお願いします。よし、船の上。お、うん、あ、そう、今回サタンがね、いるっぽいんですよね。フンドの魔王はね、うん、人っぽいんですよね。人間っぽいんですよね。うん、まあそこはいいでしょ。星マークがついてるのは突っ込まないよ、こうと。いや、もちろんさ、リュートと追っ始めるっていう可能、僕なんかさ、どうせありえないんだろうと思ってんだけどさ、結局なんだろう、リュートを願ってしまう自分がいるんですよね。で、若干ノイズが入ってしまってるんですよね。
ちょっとこうやってね、やるとね、治るんだよ。治った。アトムスとサタンがオポニメルっぽいっすね、これは。リュートじゃなかったわ。で、さっき、なんか、フンドの願いを叶えたって言ったからさ、それでなんかこう、契約したのかな、アトムスとサタン。ほら、これがサタンです。なんかね、ちゃんとしたおじいちゃんというか、おじいちゃんなんですよね。おじいちゃんかよ。で、まあね、ザ人間って感じですね。体がね、めちゃくちゃいいっすよねってことで。僕もこういう体格になりたいなと思ってるんですけど、なかなかうまくいかないよなって。アトムスの前に現れた、明らかな異形。しかし、アトムスはまるで同時じゃない。この世界ではこいつを異形と言うんだな、今日。僕らの世界でね、言ったら、アトムスこそまさに異形の方なんだよな。僕ら獣からしたら、ちゃんとドラゴンって思ったりするけどさ、竜人って言えるけどさ、一発一回したら異形に見えちゃうっていうね。古くからの親しい友人のようでもあった。あ、もう観光ムードは終わりか。またこっから、なんかさ、ウェルナンシア大陸とまた同じ、なんか、絆とか言ってる。あ、そうや。前のパート言ってたな。なんか、つながりを求めてるみたいなこと言ったよな。なんか、それかな？今日、アトムスのね、バルボロサこと好きな。なんか関係性がね、なかなか複雑そうですね、これは。あ、僕です、こんにちは。ね、アトムスの方が下で、ね、サタンの方が上なの、関係性としては。なんか熱血くせえな、マジでこいつ。誘いにも乗らず自我を失った。どういうこと？アトムスとバルボロスって結構ね、その神話のレベルの存在だしね、サタンはじゃあそれについてってことだから、マジでかなり気の遠くなるぐらい一緒にいるっていうのはなんかすげえよな。イエーイ、僕めっちゃ疲れてるー。いいなー、現実世界の僕もこんな感じでなー。なんかもう支えられてーなー。さあ、対等っていうのとつながりっていう部分が今回のね、かなりキーワードなんじゃないですかねって思います。アトムスもなんか覚醒するのがブチギレるってことで。うんだのみだったな、そういえば。まあ、偶然ね、竜の血がね、適応したみたいなだけですかね、おじさんもね。そう、そうなんですよね。あ 歴戦のアナウンスプレイヤーなね、このシチュエーションから察することができてしまうのだ。なぜかというと、こういうことよ。サタンを拒絶して、この世界はもう終わりにしたいんだけどさ、どうせこっちのシーンがね、正規ルートだろうから、サタンと絆をとりあえず僕はね、分かり合っていきたいんだよな。なんかやっぱ、アトムスやることはやってんじゃねえか。あ、ちょっと、なんで怒った？結構でかいぞ。結構でかい。割りかしでかいぞ。サタンの腕よりってわけやなきゃ、なんかリュートの腕ぐらいにあるんじゃねこれ。いや、リュートの腕も割りかしマッチだからな。エレンさんの腕ぐらい？なんかもう、今細身の人の腕ぐらいにはあるぞ、これ。お前も脱ぐんだよ。ああ、もうアトムスは抜き始めた。アトムスは予想通りのガチムチくらいなんだよな。アトムスよりサタンの方がでかいっていう感じなんだ。やべやべ。まあ、いろいろ隠せばなんとかなるだろう。でももう画面隠しすぎて、これテロップもダメだし、シチュエーション的には2人ともね、今急におったってしまったっていうのがあるんですけどね。いやー、困った困った。さっと、じゃ、そろそろ限界かな？限界ですねー。 ここでサタンを拒絶したらさ、どうなるのかな？一応さ、第1章の時ってさ、エクスの時、なんか、カイラ君に拒絶云々とかしたら、結局それはそれでまた別のシチュエーションで、
あれはなんて言うんだろう、洗脳というか飲まれてしまうみたいなのあったんだけど、こっちサタンを共有すると、おーおーおおお、ちゃんと違う分岐のセリフがある。あ、じゃあ この日はやりませんって感じなんだ。あ、ここら辺のセリフ、ここら辺のセリフはまあね、あのアハンなシーンとちょっと似てるセリフだ。そうそう、なんかいろいろとやってやれみたいな、主人公抱いてやるよみたいな感じの話をするんだけどね。あ、けどこの辺で終わりか。なんかアーナシンは結局あの主人公をもっとピーしてピーしてピーしてみたいなぐらいね言ったりするんですけどね。うん、あちなみにね、サタンがウケだった。サタンあんだけでけえのにウケなんだって思っちゃった。でも確かにガタイがねめちゃくちゃいいアトムスの方がそりゃ攻めになるわなっていう感じなんだけど、そうそう、まあなんかね、アトムスは主人公のこと好きらしいよ。うん、めちゃくちゃにしてやりたいぐらい好きらしいっていうのはね知れたから良しとしましょう。というわけで今回はこの辺にしたいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。まあ、次回ねアナウンサーある実況やその他の動画でお会いしましょう。ではまた。